ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回なんですけれども、In My Life の弾き方を解説します。はい、早速弾き方を解説していきます。まずは、有名なイントロ、これね。まあ、このイントロなんですけども、まあ、これ基本的にコード進行が A と、E なんですね、これ。で、このコード進行に合わせて、このメロディーのような、このフレーズを弾いてるんですよ。なので、弾き方はいろんなとこでできて、こことかね。こんな感じで弾いたりもできるんですけど、まあ、今回はなんかこう、こっちの方が、ギター1本で弾くときにアルペジオにも行きやすいので、こっちの方がまあ弾きやすいというか、あの流れ上ね、流れやすいかなと思ってこっちで解説していきます。弾き方なんですけども、まずはこの A コードを押さえて、これね、で弾くのは5弦の開放と2弦の2フレット、これで、次に1弦の5フレット小指を弾きます。こうやってで、その次にまた5弦の開放と2弦の2フレットを一緒に弾いて、で次に、まあ、一番いいのがこの2弦の3フレットハンマリングする感じかな。で次にハンマリングした音をこの5フレットまでスライド。こうね。で、次これ。このコード。これって、この E コードなんですよ。これ E コードね。まあ、ここの、で、ここだけ抜き出してる感じ。まあ、コード進行が E なんで、この E に行くと。で、6弦の開放が E なんで、これも組み合わせるとベース音とこのメロディーが一緒に弾けるっていう感じですね。こうね。あとはこの6弦の開放とこの 1,2,3、 これ E コードの、E コードなんで、こうやって弾いてると E コードが弾けると。そうするとメロディーと一緒にアルペジオが弾けるようなイメージになります。こうね。もう一回繰り返し。2回繰り返すと。で、最初のこの小指はね、ちょっと慣れないと弾きにくいんですけど、まあ、ブルースとかやってる人はこうやって、こういうのとかよく弾くんで、このフレーズのこの小指みたいなイメージかな。この A コードの3弦の2フレットのオクターブの上の音ね、これ。これ。で、その後に、このハンマリングは中指よりも薬指でやって、した方がスライドしてコードを押さえやすいので、このまま中指ハンマリングすると、まあこれでもいいんですけど、まあコードのアルペジオもいっぱい弾きたい場合は薬指ね、スライドした方がこの3弦2弦1弦のコードを押さえられるんで、流れ的には綺麗になると思います。こうね、薬指でハンマリングしてスライドを1弦の4フレット、この流れが綺麗かな。で、これがイントロの弾き方です。次は A メロ、まあ、そこまでね、コードはたくさんないんですよ。まず最初が A、まあ、ダウンで弾くと A2 回、E2 回、A、C
シャープマイナー2回、次 G 分の A、ここのところがシンコペーションになるのかな。で次 D、D マイナー、A を4回。まあこれが A メロのコード進行です。これ2回繰り返せば大丈夫です。でメロ、アルペジオで弾くとこんな感じね。シンコペーション、こんな感じになりますね。なのでポイントはこの F シャープマイナーから、まあ、G 分の A に行くときにこのドゥンドゥンダンドゥンドゥンダンダンってこうシンコペーションになる感じかな。まあシンコペーションなくても別にいいと思いますけど、まあオリジナルを聴いたらシンコペーションになってたんで、オリジナルっぽく弾きたい場合はシンコペーションで弾いた方があのかっこいいかなと思います。でまあ全部弾くとまず A ね、こうもう一回までが A メロの弾き方です。まあ、アルペジオはまあいろんな弾き方あるので、まあ5弦ルートの場合は5423とかね、6弦ルートの場合は6423とかの順番で弾けばまあ綺麗な感じになりますからね。あと弦を弾く順番は、まあ、そこまで決まりっていうのはないので、弾きやすさとかね、綺麗な響きになるのを選んで弾くといいとは思います。で、次は、まあ、B メロというかサビね。まず F シャープマイナーか、一小節、ね。まあ、ダウンで弾いたら4回。で、次は D を一小節、4回。で、G を4回、一小節ね。で A を1小節、次 F シャープマイナーを1小節、次 B を1小節、次 D マイナーを1小節で、最後に A を1小節。ここまでの8小節が、まあ、B メロっていうかサビというかそこになります。それで今のコード進行を、まあ、アルペジオで弾きたい人はこんな感じでアルペジオで弾くと、まあ、綺麗になると思います。まず F シャープマイナーからね、こうからまたこの例のでまた A メロに行くというような流れで弾くと、あのギター一本でもメロディー、まあイントロと間奏のメロディーを弾き、アルペジオをちょっと混ぜてね弾きつつアルペジオも入れて弾けます。まあ今これエレキで弾いてますけど、アコギも同じような感じで弾けますので、アコギで弾きたい人はアコギで弾いて、エレキで弾きたい人はエレキで弾くといいかなと思います。あとはまあこの A メロと B メロを繰り返すと最後まで弾けますんで、まあ、皆さんね、まあ、このメロディーの練習とかアルペジオの練習がてら弾いて楽しんでください。チャンネル登録してね。
ここをクリックしてチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。